この男にふさわしいテストを用意しました。ご存知、瓦屋根に並べる建材です。極めて頑丈な材質にて隋の時代、我が中国から日本に伝わったとされます。古来より日本の剣術者はこの瓦を何枚粉砕できるのかを実力のバロメーターとして参りました。実力あるものは10枚以上をやすやすと粉砕すると言われています。ここに用意された瓦、実に40枚。ここにそびえ立つ瓦の塔、ぜひ半増しに挑んでいただきたいと思うのです。あなたがこの擂台に立つ資格があるというのなら、ぜひ挑んでいただきたいと思うのです。果たして何枚まで粉砕可能か、ぜひ挑んでいただきたいと思うのです。瓦割り、考えてみたら初めての体験。こんなせんべいほどの土の塊を何枚割ったところで何の目安にもなるまいが。くだらぬショーだなあ、劉海王、あんたどう思う？こんなことで何がわかる？板、瓦、ブロック、レンガ、自然石、瓶、氷、紙、果物、物言わぬ決して反撃せぬ物体を相手に思う存分殴り叩き蹴り壊す、無抵抗をいいことに。